そうです。できるだけ先端から末端から中心に押し戻すイメージで、最初はまあちょっとそうですね、手のひら全体で挟んで、まあ、押し戻すみたいなイメージ、うん、ちょっとずつちょっとずつ、そうです、押せば心臓の方に必ず返ってくるので、うん、でもそうですね。で次に親指、そうです、ちょっと場所をこうずらしながら、足の甲のとこが一番むくみ出やすいので、うん、そうですね、どっちかというとその小指側っていうんですかね、親指側よりも足の甲の部分の小指寄りっていうんですか、そっちの方がね、多分そうです、そうです、側面横に近いところの方がむくみやすいので、その辺からこう押してあげる感じ。はい、むくんでなくてもそこ筋肉もあるの で、ちょうどその中足骨っていって、その足の指の付け根というか、その骨と骨の間に筋肉があるんですけど、わかりますね、ここですね、ここに骨幹筋っていう筋肉があって、うん、まあここが一番でかいんですけど、うん、ここをこうやって押してあげるんですよね、この疲労が溜まりやすいとこ、うん、で特に陸上部の人とかは、うん、ここがまあ 1,2,3,4,5 って名前がついてるんですけど、順番、うん、この 3,4,5、うん、ここの3本の中足骨が疲労骨折を起こしやすいんですよ、うん、なのでここもちょっとこう揉んであげるっていうんですかね、うん、そういう運動してる人であれば、そうです、そうです、ここの骨ってまあ細長い骨がこう5本並んでるんですけど、こういうちょっとこうたわんでるんですよ、で踏み込むたびにこういうふうに、要するにクッションになるんで、だけどそれを繰り返してると針金、ね、くねくねやってるとポキッと折れるのと一緒で、だんだんミシミシひびが疲労が蓄積してくるんですよね、でそのうちひびが入ってくるのが疲労骨折、陸上部のことが結構使いすぎってこと、そうです、でその筋肉にも骨がこう周囲にくっついてるんで、そうやってマッサージしてあげると、まあ、予防になるというか気持ちいいな、あんまり自分だと足の裏ばっかり、うん、